災警報器の設置が義務化されてから10年が経過します。住宅用火災警報器の電池や機器の寿命は約10年と言われており、皆さんのお宅に設置されている住宅用火災警報器も間もなく交換の時期を迎えます。いざという時正常に作動するよう10年経過した警報器や点検の結果異常があった警報器は新しいものに取り替えましょう。新しい警報器を買ったがどこに取り付けたらいいかわからない、高いところへ取り付けるのが不安などお困りの場合は消防署までご相談ください。